県本寺は、三重県桑名市にある日蓮州の寺院である。三号は、寺坂江山。九本山は、三信山駆動寺、むしろ市方園。段下には、桑名藩主が多く、関連する墓が多数現存する。中でも、吉村又江門仙三つる、水谷久左江門交渉の墓は、桑名市指定文化財に指定されている。階層については不詳だが、かつては、 天台衆寺院で大泉寺と称し、桑名城三の丸にあった。後に、当時の藩主である、本田忠勝の、慶町の町割と呼ばれる都市計画事業によって、現在地である茅山町に移された。永正六年、美信山駆動寺第十二世保守である、遠行院比が上落する際に当時に滞在して、布教した。その結果、当時の住職である実情は、 日に深幅して、弟子となり、当時を剣本寺と解消、品を中高第一世、自らは秘書を名乗り、第二世となった。この時、達中大泉院をはじめとして、僧合は19院もあった。しかし、第5世秘術の頃は衰退し、達中も大泉院一つだけになっていた。さらに、その頃起きた洪水によって、仏像、仏狂い残らずすべて流される。 後に大鳥居村で仏像を得て持ち帰り、草案を立てて祀った。この時、四日市大館であった水谷久左衛門校長は、仏道を再興し、人を招兵して、第14世住職とした。その後、段家であった桑名藩士の久松忠義は、吉村又衛門仙密流らの隣の土地を購入して、当時に寄付する。ついで、忠義の子である、 久松義重家や吉村権左衛門信秀らはは道を混流し、他の久松氏一族も各自宝物等を寄進した。文政三年火災で累称するが、天保六年には本堂が再建された。この頃の境内は、標速南北に三十六軒余り、裏側南北に二十五軒、東西に三十五軒余りであった。達中大泉院には、 南流院と実情防という任意もあったが、後に廃絶された。昭和20年7月に太平洋戦争の空襲を受けて消失、後に再建されて現在に至る。当時段下には桑の藩主が多く、関連する墓が多数祀られ現在に至っている。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。 ありがとうございます。